牛脂を、火をかけて、じゃあベッドって言われるものですね、牛の油を薄く入れていただきたいと思います。牛の香味油ですね。で、火を直接行います。で、すごく弱火ですね。あの火が強く焦げてしまうので、食べることをして、でゆっくりと足して加熱してあげないと焦げて焦げ臭がついてしまいます。火を入れて油を足していきます。油を足牛の油が溶け出してきています。こういった生っぽいところがなくなるまで火をかけていきます。だいぶ、火が入ってきて油もかなり出てきたところです。かなり油が出てきた状態ですね。もうちょっと生の部分がなくなるまで火を入れていきます。お客様1名、もう少し取れそうですけども、まあ、これ以上やると少し焦げ臭がってしまうので、この辺で火を止めています。ここまで火を入れたものを今度は干し網に通して干します。これが仕上がったら牛の油ベッドの完成です。でさらに、お好みで、玉ねぎの香りをつけたりニンニクの香りをつけたりして香味油に仕上げます。でこれが、白い器に入れた色ですね。少し茶色いかかってるんですけども、これは今回は少し、香ばしさを出したいので、少し、焦げもきつね色になるぐらいまで火を入れてます。これで完成です。